はい、えー、2021年4月開設予定のメディア表現学部のご紹介をいたします、えー、私は音楽専攻の担当のオチ明子と申します、えー、たったこの数ヶ月の間にみるみるうちにこの世の中が、えー、身の回りなんかがあの激変していく状態を様子を皆さんは目の当たりにしているかと思います、えー、一体この先私たちの暮らしは 日本はそして世界はどうなっていくのか誰も教えてくれませんもちろんネットで検索しても答えは見つかりません日々刻々と状況が変わっていて一体この情報が正しいのかどうかどうしたらいいのか誰も教えてくれないし誰にもわからないからです。で誰もが自分の頭で情報を取捨選択しどうするべきかを考えて責任を持って行動していくことが求められて います皆さんはまさに今こんな時代を生き抜こうとしています。でこの世の中インターネットスマートフォンコンピューターなど新しいテクノロジーが果たす役割が大変注目されています。えー、京都聖菓大学は未来を見据えて今を見つめる活動を重視した新学部を作りました。えー、それがメメデディィアア表表現現学学部部でですは えとこちらにありますようにメディア情報イメージ表現音楽表現の3選考に分かれますが全員がプログラミング言語を学びます IT の開発にプログラミングが不可欠であるということはよく知られていますでメディア表現学部では全学部生にプログラミング言語を必修としています学ぶ言語は Python と R です数学が苦手でも学びやすい手法を準備していますさらに メディア表現学部では社会での実践プログラムというのを豊富に準備しています、えー、教室で学んだことを社会に応用し実践していくためのプログラムを豊富に準備しています一年次には協力企業から事例を伺って自分の将来への構想の足掛かりとします二年次にはインターンシップで社会の実際を体験的に学びます三年次の社会実践演習では企業や地域のプロジェクト あるいは自分で立ち上げたプロジェクトにグループワークで取り組みます段階的にプロジェクトを企画し社会で実践するための力が身につくように設計されていますで、この三選考を総合的に学ぶわけなんですけれどもメディア表現学部では メディア情報専攻イメージ表現専攻音楽表現専攻この3つに分かれていて年年次次をを共通ななこここととと学んだかからこの専攻にに分かれるということになりますただし所属,の科目の所属の専攻の科目しか学べないというわけではなく3つの領域は密接に関連していますのでメディアとコンテンツを制作して発信するためにはこれらを融合的また総合的に学んでいく必要があります。 三専攻を融合的に組み合わせて学べるようになっています。で、えこちらからは四年間の学びを見ていただきたいと思うんですが、まず一年次にはえ各専攻の基礎知識と専攻に共通して必要なスキルえ、これは例えばリサーチとか企画とかプレゼンなどということを学んでいきます。で、二年次になると各専攻に分かれるわけなんですが、え必要なプログラミングなど あるいは専門的な知識とスキルっていうものをみっちりと学んでいきます。でここでインターンシップで会社やビジネスの現場に身を置いて社会の仕組みや動きというものを体感していただきます。で3年次なんですがやや学部の枠をを超えたプロジェクトでメディアやサービスを企画開発,していきますで開発したメディアやサービスは社会に発信していくことになります。 四年次なんですが、えー、卒業論文や卒業制作の形で、四年間の学びの集大成として成果を仕上げます。各自が開発したメディアやサービス、コンテンツの社会実装というものを目指していきます。えー、では、ここから、えー、各専攻の、えー、説明を簡単にしていきたいと思います。メディア情報専攻なんですが、えー、こちらの専攻では、自分の興味、関心を社会課題の解決につなげて、 プログラミングの技術を応用して実際に展開すする力というのを身につけます人工知能やネットワークセキュリティなどこれから必要とする技術に加えチームでで人を動かすすといいう方法も実践的に学んでいきますでこちらの選考で身につく力としてはアイデアを人に伝えるための論理構成力またアイデアを現実化するための技術力 さらにアイデアを実行するための組織構築能力というこの3つを身につけていただくことを目指していきます次にイメージ表現専攻ですこちらはイメージ視覚というものを中心とした研究やコンテンツ制作というのに取り組みます VR や AR 動画制作や空間演出など多様な技術をもとに社会の課題を発見する力 またアアアイデををを生み出す力を磨ききながら幅広いいウトトプットの方法を目指していきます、えー、身につく力としては最新の技術を活用し持続可能な社会を提案する力、えー、また新しい娯楽ですねやつながりというのを生み出していく企画力、えー、さらにコンテンツ制作ツールを自在に活用する力を目指していきます。 最後に音楽表現専攻なんですけれどもこちらでは聴覚ですね耳を中心として研究やコンテンツ制作に取り組んでいきます。 多様な音音楽や音響の制作、まあ、サウンドの制作ということになりますがこちらに関する専門的な技法や情報テクノロジーを活用した伝達手段の知識を深めて音音楽や音の新ししいい可能性を追求していきます目指していく力としては音や音楽を作る専門知識と技術さらに音を分析し表現の可能性を広げる力。 さらに音と映像や ICT この3つの専攻の分野ですねこれらを全部組み合わせて新しい表現を生み出す力というのを目指していきたいと思っています。とということで えー、3つの先行について、えー、メディア表現学部の概要について見ていきましたが、えー、テクノロジーの進歩っていうのはあの生活に急速な変化をもたらしたわけなんですけれどもまさにこの数ヶ月で今まで目に見えなかったけれども本当は存在していたいろんな問題があらわになってきたりとか これまでそういうものがもうみんななんとなく知ってたんだけどあのそれが見えることによってどうやらこれ目をつぶってる場合じゃないなっていうことにみんな気づき始めたという実態ますまた今まで他人事だった世界の遠い地域の問題が実はあの、えー、自分たちの暮らしている地域と全く同じものである、えー、身近なものとなり自分と世界との距離っていうのが、まあ、一気に えー、縮まったもうほぼみんな同じ距離にいるのと同じようになってきたんじゃないかなっていうふうに思えてきます。で、えー、この危機を乗り越えていくためには知らない誰かとか、えー、社会のために自分は何ができるかっていうことを考えて行動することが求められていると思います。でこれから2年先とか5年先10年先に一体世界がどうなっているのかまたどのような世界にしていくべきなのか。 というこ,とこれをメディア表現学部はテクノロジーとかメディアの力っていうのを借りながらこのデジタル革新により変わっていく世界に新しい価値を提案して皆さんと一緒に世界を変えていきたいと思っています。ありがとうございました